っちが打ちやすいのかな。もう今日イワシとサバをねこれで捕まえますよ。みんなにご馳走してそれを食べたやつを食べると。割と綺麗。ここ、ここ。今日は何狙いますか？よいしょ。よし。取ってる。気をつけてくださいね。結構うまいキノコはどこだ。赤いやつはどこだ。お、楽よ、鳴ってた。一発目で鳴ってた。おこれ結構いいんじゃないですか。肩すごい。これしか、これしか取ります。あ、すげえ立派。いい。何、味噌汁に作ってた。食べましたよ。食べますね、これ。塩で味噌汁作ってからです。そうです、そうです。取ってもらっていいですか。お、まあ、虫食ってるけど、まあ、まあ、食えるべ。生でも食べれるんじゃん。どうすか味は。うまいの一言に尽きるねこれはね。中毒しないように。どれですか。あったあった。お、これこれ食えないやつ。なんですかねこれね。なんですかねこれ。もしかしたら、ちょっと分かんないな。これ縦に裂けると食えるんですよね。なんかそういう迷信はあるけど。そういうの本当なんですね。わ、あ、縦に裂けたからこれ食えない。これ。どうですか味は。うめえなあ。マジかい。縦に裂けるキノコはうめえなあ。食べた。あー、でもね、一言言うならね、焼いて食え。あ、大丈夫。虫がバヤっすね。俺何のキノコかな、あれ分かってた。これも美味しいですよ。種類豊富、種類豊富。少ね、今日。ああ、あのさ、釣れない、帰る。いや来たばっかりですよ。結構魚見えるんだけどな。ちょっとじゃあ料理の用意しときますね。キノコ2匹。塩水つけてポイ。
ぽい。ぽい。見えてます？うん、多分。よし。え、オッケー。じゃあ後で干してから食べます。映ってねえわ全然。あ、映った。映った。大丈夫。よし。だいぶ乾きましたね。はい。次にカラマツの枝を用意して。今日のメニュー、サバの塩焼き打ち合わせ。サバイバルで得たキノコとサバです。なんとか火をつきそうだ。ついたので、ちょっと今から焼いて。煙が。あ、どうもこんにちは。魚と取ったキノコ焼いて。ラビオラビオとか。あと分かんないキノコ一個あったんだけど。これ木戸さんの取ったキノコも焼いてます。なんとか火は焚けてる。焼き上がりが楽しみですね。魚も行きますから。これイワシ？サバス。サバか。どうすか、生焼けじゃない、焼けてます？焼けてる。うまい。これはね、刺身みたいな生きのいい風味だね。あのスーパーのとは全然違う。焼き魚も生きがいいんですよ、これ。取った直後で食べるってことは。俺ももらおうかな。うまそう。うん。これがサバイバルです。あ、すげえうまかったっす。はい。ちゃんと映ってないか。早すぎてちゃんと映ってなかったわ。マジか。よしよし。もう一回食って。あ、もう食べちゃいます。食べた。もう食べちゃいますよ、キノコ。うまかった。サバイバル？サバイバル？なんか。うまいですね。木からファイヤーボックスとか、ほらすごいでしょ、火のつき方が違う。カットする？あ、いいですか。はい。どうですか今日。よかったですね。釣れました今日。チンポ丸出し。今日はね、サバ2匹と木戸さん何釣りました？何だっけ？サメとタイ。では帰りましょうかね。はい、今ちょっと家帰ってさっき食べたキノコ調べてみたんですけど、どうやらこのキノコのようですね。うん、これそっくりちょっと、これですね。ホテイシメジ。ちょっと毒キノコみたいですけど、この本を見ると、要するにお酒と一緒に飲んでしまったら当たるっていう。ことらしいです。